しゃせ。流し立てで温度160度ですね。熱々のやつです。色つけていきます。こっちには白色つけていきます。はい、白色です。あれが美味しくなる酸っぱい粉も入れていきます。はい、さあ、色ごとにキャンディーを切り分けていきます。黒いテーブルで保温しながら作業していきます。まずは使う色取りを分配して調節していきます。はい、
川です。川です。そらそうやけど、まず使う色取りを分配して調節していきます。まず、真ん中で使うやつです。はい、入るとサクサクふわふわの美味しい食感に変わっていきます。さあ今日は販売前のひな祭りにちなんでのキャンディー作りますので、ぜひ何ができるか想像しながらご覧ください。ふわふわです。最初これです。結構パワーいりますね。暑いですよね。そして暑いです。これ温度80度くらいあるので、革の手袋でかかると暑いくらいです。
冷やしネギまでで、冷やしネギ、さあここから中に入る絵柄どんどん作っていきます。同じ形のパーツですね。1個ベースを作ってそちらを伸ばして切って数増やしていきます。はい、ベース完成です。
んがですね、どんどん真ん中のパーツ作っていくので、その間こっちで外側ですね、作っていきます。はい、今日はあのひな祭りにちなんだ絵柄作ってるので、ぜひ何だか想像しながら見ていってください。はい、ご覧ください。パーツもベースができたんで、伸ばしてきて数を増やしていきます。はい、はい。
来上がったので、あとは白い茶に巻いてさらに大きな丸太状にしていきます。結構うまく閉じれたと思います。お待たせしました。黄色のキャンディーですね、周りに巻いたら完成でございます。さあ、こっちで一番外側のキャンディー準備してる間、お姉さんハサミ使って空気抜きしていきます。はい、空気抜きしっかりしておかないと伸ばした時に割れやすくなっちゃうんで、これ結構大事な作業です。はい、大事な作業です。今日はですね、半分ピンクで半分黄色で作っていきます。はい、この作り方すると途中で色変わったりするんで、ちょっとカラフルなキャンディーが出来上がります。はい、お味は同じいちごヨーグルトのお味でございます。いちごヨーグルトです。限定のフレーバーでございます。はい、完成したらぜひ皆さん召し上がっていってください。はい、美味しいですよ。今日のキャンディー販売が2月からなんですけれども、先行販売で出来たてサービス購入もできるんで、食べてみて気に入った方ですね。はい、ぜひ出来たてサービスもご利用ください。キャンディー巻けるぐらいの大きな板ができました。板に巻いたら完成でございます。はい、巻いたら完成です。完成したらすぐお味見作りますので、ぜひ食べてみてください。はい。わかります。巻いていきます。さあ、いただきま
巻いたら完成です。いきますよ。よいしょ。のよいしょ。さあ、こちらで完成です。黄色とピンクどっちが好きですか？ピンクで、あ、じゃあこっちから伸ばします。ぜひ食べていってください。さあ、巻いた時にですね、どうしても余分な空気入っちゃいますので、もう一回空気抜きやってから伸ばしていきます。さあ、キャンディー重さが約10キロほどございます。この10キロの重さを利用して、端めの部分を細くビヨーンと伸ばすので、どうやって伸ばすか見ててください。はい、ぜひご覧ください。さあ、今からキャンディー伸ばしますよ。ぜひ見ていってください。さあ、まず端っこにこうやってですね、くびれをキュッと入れてあげます。このくびれの部分が伸ばすときの持ち手の部分です。ここが一気に伸びるんで、手元にご注目ください。あ、大丈夫です。だんだんですね、牛乳瓶みたいな形になっていきますね。この細いところが 1.2 センチまで一気に伸びるんで、ぜひぜひ見ててください。はい、ご覧ください。さあ、これで準備できたので、お姉さん戻ってきたら一気に伸ばします。見てください。なんで、ここから一気に抜きますよ。せーの、よいしょ。よいしょ。よっ。さあ、こういう伸ばし方です。結構力技ですね。はい、伸びました。さあ、中にも可愛い絵柄が入ってます。いいですね。まだ内緒です。はい、さあ、端っこ可愛く付け替えちゃいます。端っこは鳥さんの完成です。鳥さん。さあ、まだこの鳥さん作れるくらいですね、キャンディー柔らかいので、次は転がしてしっかり冷ましていきます。よく冷めたらお味見切りますので、ぜひ食べていってください。はい。
ないので、今ゆっくり冷ましているところです。もう少しですね、冷めたら小味に切ります。はい、先に切るときに掛け声があります。ありがとうございます。はい、私がせーのと言いますので、その後続いて3、2、1、よいしょのカウントダウン、ぜひ一緒にお願いします。はい、一緒にカウントダウンお願いいたします。恥ずかしい方、指だけでも大歓迎です。はい、お付き合いください。お待たせいたしました。お、真っ直ぐになった。探そうか。じゃあ、お姉さんの手元ですので、ぜひお待ちください。さあ、行きます。さあ、行きますよ。せーの、3、2、1、よいしょ。よいしょ。できました。今からお味見配りますので、その場でお待ちください。わー、綺麗。今日は水の町限定桃の花の絵柄のキャンディーです。お味も限定、いちご色です。食べました。はい、食べましたか。
桃の花の絵柄ですください。いらっしゃいませ。
はい、いかがですか。ぜひご利用ください。ダメベルです。はい。